物理やニュース、返却コンテナの水洗い問題、世界中の汚れを名古屋港できれいに。2024年10月24日に、返却サーコンテナの清掃を優勝、無償を問わす未購入層のドライバーの行う問題が一部の港で起きている。中でも名古屋港では汚れがなく洗う必要のないコンテナも含め、すべての返却コンテナをドライバーが水洗いする問題な状態か。国際服の一回送約間において、荷主や汚れのない状態で返却する責任を負うと規定されているが、荷主ではなく未婚輸送事業者が担っている。神戸港で走っていた未婚ドライバーが安心大震災を機に名古屋港に移ったところ、神戸港ではなかった水洗い作業を任せられた。驚き、疑問に感じたそのドライバーは声を上げ、これを機に名古屋港で水洗いを問題視する寛大な広がりが一向に改善されなかった。そこで2012年12月、中湾局の中心となって、返却コンテナの清掃、洗浄問題勉強会を設立。名古屋港関係者が集まり、2018年までの約5年間、勉強会を開催し調査と検討を続け、2014年には荷主企業に要請文書を発出。適切な洗浄方法と洗浄コストの負担に対する理解と協力を呼びかけた。一方、勉強会開催の成果について中湾局は、一度改善されたものの、まだ課題のあるまま現状、という認識を持つ。コンテナの中には人体や環境への有害物質を含むものが多数存在することもあり、無防備な状態で清掃するドライバーは健康被害を受ける恐れがある。また、洗浄による汚水の垂れ流しは環境への影響が懸念される。さらに、荷主に対し立場の弱いユニコーン事業者は、水洗いという付帯作業を無償で行うケースも多い。先に述べた国際ルールでは、洗浄は荷主の責任において行う、とあれが、海コン事業者が引き受けるケースも多数。その理由について、愛知県のオミコン事業者は、ソアコンテナの返却時にドライバーはターミナルに長時間並ぶ。自分の番が来た時に清掃や洗浄なく十分と判断されると引き取ってもらえず、次の仕事に行けない。受け取り拒否された場合、配下業者を通じて荷主に相談するが、返事を長時間待つことになり、ドライバーの拘束時間は増すばかり。受け取り拒否を恐れるドライバーは事前に水洗いし、また、清掃したことが一目瞭然である水洗いではタイムロスはないと説明する。同社では水洗い対策として社内の敷地に複数本のホースを用意し、コンテナを洗えるスペースを確保。付帯作業として荷主から費用をもらえているか尋ねたところ、もらえるはずはないと断言した。あの海コン事業所は、輸入コンテナの中には運送会社が汚したわけではなく、初めから汚いものもある。その汚いコンテナを名古屋港のドライバーが水洗いしている。世界の汚いコンテナを輸入して、輸出するときは綺麗になっている。俺たち運送会社が世界中のコンテナを綺麗にしているよと冗談交じりに皮肉る。2013年に同勉強会が実施した海コンドライバーへのアンケート調査によると、空コンテナの清掃は誰が言っているか、という質問に 83.6% が運転者と回答。水洗いをしておけばバンプールで受け取り拒否されない、ドライバーの水洗いをすることが当たり前になっている、などと理由を答えている。また、清掃中、体調不良になったことはあるか、という質問には、あると答えたドライバーは 57.3% で過半数を超える。全国本東海地方名古屋支部は中湾局に毎年度、労働環境や労働条件改善に関する要請書を提出している。その中に、返却コンテナの清掃、洗浄等は港湾事業者の職域であると指導するべき。名古屋港のコンテナターミナルは返却コンテナをターミナルの責任として無条件で引き取るよう指導し、再度勉強会等の開催、アンケートを実施し調査と検証をすべきと要望を提出してきたが、かんましい答えは未だないという。全港湾労使部の関係者は、同問題について根本的な解決が必要と話す。本来、ドレージ会社は箱のだけな仕事。有害物質を含む可能性のあるコンテナを洗うのはドライバーに危険が伴うし、どこでそれを洗えというのかと話す。また、現場で働いている人が変わっていくからこそ、定期的に勉強会等を開催し周知しなければ浸透しない、とも。例えば先の同勉強会で危険なストアカード等もあるコンテナはターミナルが引き取るように決定したが、ターミナルの検査員も中には、汚いコンテナは引き取ってはダメ、という認識が先行し、受け取りを拒否する場合もあるという。また、返却コンテナの清掃代は事前に荷主へ申し出る必要があるが、暗黙の了解としてドライバーが事前に洗ってからソアコンテナを返却するため、金銭の請求ができていない。
特に全港湾な問題視していねのは金銭での解決策だ。ブリージ内緒は立場な弱い。仮に1本1000円で清掃代を払うと決めても、800円や600円と値下げをしやれ、最終的には無料でドライバーがやることになる、という。また、料金をもらうもらわないは契約の話で、これとは関係ないと聞かれる可能性の高い。金銭で解決するのではなく、ターミナルだ全部の返却コンテナを引き取ることが重要と話す。地道な努力を続けなければ、今後もドライバーも空だも洗うという理不尽が続く。この記事へのコメント、名古屋も海港運転手一同、2024年10月24日1時39分。現在名古屋で海港を運ぶドライバーです。以前は関東で海港をやってました。名古屋に来てコンテナの中を水洗いするいわゆる洗い番をやることに驚きました。同時にこれは運転手のやるべきことか、と疑問に思っています。そもそもコンテナ自体のお客様もお荷物です。それを中身がなくなったからと運転手が水洗い洗浄する必要もあるのでしょうか。水洗いどころか、コンテナ内に残っている紐やテープ、床に刺さっているクリまでも運転手に処理させられます。運転手自身が荷物を積み、下ろしてきてその状態なら理解できますが、運転手は荷物は一切触れません。なのに残処理は運転手。やらなかった運転手は悪者扱い。関東では考えられない事案です。返却時間ギリギリに見事に潜ってきて、そのまま返却に向かえば時間内に返却できる間に洗い番に時間が取られ翌日に持ち越す。未返却となり、愛車にも影響が出てきます。大手の海運業者は、自社も敷地内に洗い番ブースを設けていますが、零細企業はガソリンスタンドで洗うしかありません。そのため、洗い番待ちのトレーラーが路上待機する場面の生まれ事故の誘発にもなっています。マサでは荷主にいい顔するためにある会社のカーコンテナの残処理を請け負ったことが発端と聞いています。コンテナ内の汚れは運転手の責任なんでしょうか。荷物を一切触らない運転手にその責を負わせるのはおかしいことではないでしょうか。名古屋の悪い風習は一刻も早く改善し、真っ当な運転手の立場を確立していただくことを切に願っています。1832返信匿名、2024年10月24日3時19分。名古屋走り、プロも名古屋走り。バスもタクシーも。トラックマンか車線変更直前のは。難保のもね。根性の悪さな風天に出てる。21122。変身。うっって5秒で即炎上。2024年10月24日21時44分。おつむの弱さな文面に出てるな。全国どこでも地域走りがある W。都会はパイがでかいから多く見えるだけ、人口割合でミリアタ省の補正はあれと大して変わらん。そもそも根性の悪さって日本語はねえよ W。 それを言うなら、性格だろうに。悪いのま口だけならまだしも頭も悪いと神さんだって救いようがなくなるぜ。1610匿名、2024年10月25日24分。うっって5秒で即炎上。一応高校は卒業したよ。意味。119匿名、2024年10月25日22時45分。メジャー通勤者も同じじゃ。匿名、2024年10月24日14時11分。名古屋で弱すりやら神戸でよかった。2043返信、匿名、2024年10月24日19時14分。横浜で海港運転手やってなすは自分で洗うことなんてないです。名古屋も港はやばいですね。